午後、浜松市の専用グラウンドで甲子園出発に向けて準備をする浜松開誠館ナイン。先月29日の東海大静岡商用との決勝ではエース近藤が力投し、強力打線も18安打と爆発、12対8で勝利し、創部26年で初の夢舞台甲子園出場を決めました。熱戦から3日、午後、開誠館ナインは集まった保護者や50人余りの下級生に拍手で見送られながら甲子園に向けて出発しました。甲子園では一戦一戦全員野球で優勝を目指して、またここに帰ってきたときに、その静岡県にいい報告ができるように全力プレーで頑張っていきます。やっぱ皆さん浜松から行くっていうのが久しぶりなんで、やっぱみんな期待してると思うんで、一球一球大切に投げていきたいと思っています。夏の甲子園は明日組み合わせ抽選会が行われ、6日に開幕します。